ワールドカップのチャンピオンのタチアナ・リセンコ選手がちょうど今床運動が始まっております。ムーンサルト決まりました。小柄な体ではありますけれども、メキメキと力をつけてまいりました。ソビエトの現在ナンバーワンとも言われておりますこのリセンコ選手は15歳であります。日本はこれが2回目になります。ボギンスカヤとはまた違った味がありますこのリセンコ選手です。今回ソビエトはボギンスカヤとこのリセンコの2人を送ってきております。12カ国39人の選手が参加をしております今年の中日カップです。女子の方はもう大詰めに近づいております。生中継で皆様にお楽しみいただいております。抱え込みの2回宙返り、素晴らしいタンブリングです。緑のフロアです。黒いコスチューム、ピンクの彩りがあります。リセンコが舞います。サルトです。いや、場内から割れんばかりの拍手が起こりました。ワールドカップチャンピオンのリセンコ選手。